真空ジャネルトランジスタは微細な真空管のような構造を用いることにより、半導体トランジスタとは異なる特性を有するトランジスタである。ソースとドレインの間に微細な隙間を形成し、その微小な空間を飛翔する電子をスイッチングすることにより動作する。現在普及している電解効果トランジスタは微細化が進むにつれゲート絶縁膜が薄くなるため、 リーク電流が増大する。また、シリコンの電子移動度の限界により、高速化には限界があった。さらに、宇宙空間での使用時には放射線耐性の問題もあった。真空ジャネルトランジスタは、それらの問題を解決することができると考えられており、研究開発が進められている。真空ジャネルトランジスタは、シリコントランジスタよりも、 電子移動度が高いので、より高速なスイッチングが可能となり、テラヘルツ帯での高周波素子として期待される。高温での作動が可能で、放射線に対しても耐性がある反面、作動に伴いソース電極が劣化するので信頼性に劣る。真空チャネルトランジスタには、複数の形式が提案されている。従来の電解効果トランジスタでは、ソースとドレイン間に半導体があり、 そこを電流が流れるが、真空チャンネルトランジスタは、ソースドレイン間に150ナノメートルの真空ギャップを作ることで、物理的な接触なしにゲート間に電子が流れる。従来の真空間であれば熱電子を放出するために陰極を加熱していたが、微細化により、静電界に置くだけで電子を放出するようになり、加熱が不要になった。 真空管を微細化するという概念自体は目新しいものではなく半導体の製造技術が進歩しつつあった1960年代にすでに提案されていたものの当時はまだ製造技術が不十分で実現には至らなかった1980年代には実際に動作する真空チャンネルトランジスタの事例が報告されたが当時の微細加工技術では ソースとドレイン間の距離を狭めることができなかったため、ゲートの式一致電圧が高く、実用化できなかった。その後、微細加工技術の進展により、ソースとドレイン間の距離を狭めることが可能になり、2012年には、式一致電圧が半導体と同水準の 0.5V にまで低下した。ありがとうございます。